今日は大きいアジアンスーパーに来てみました。入った瞬間ね、タイとかベトナムみたいなアジアの匂いがすごいする。めっちゃいろいろ売ってて、これってさ、なんか餅みたいな、ウイロみたいなやつじゃない？すごくない？ここ超いっぱい売ってるぜ。あきちゃん興奮しちゃってる。あ、なんか変な面白いケーキ売ってる。これは肉まんか。すごい、お豆腐が売ってて、お豆腐が安いんじゃない？これ2ユーロとか。豆腐買う？うちでもそんな豆腐すごい好きな家じゃないんだよ。あ、これ白滝だ。白滝買おう。肉じゃが作りたいって言ってる人がいたんだ。すげえ、いっぱいいろいろある。超興奮してるぜ。あ、もやしもある。もやしはね、結構スーパーに。あ、豆腐の種類がすごいいっぱいある。これはやばいじゃん、豆腐がすごいいっぱい。すごい、あ、絹 1.5 ユーロ。あ、豆乳、厚揚げ。やばくない？のりちゃん、トーファー、こんなトーファー食べちゃった。すごいね。あ、レモングラスいくら？うん、2.5。 あ、そんな日本で買う。あ、バナナの葉っぱいくら？あ、安い、6ユーロ。いくらかわかんない。すごいね、ここタイみたいだよ。あ、ニラがある。ニラいくら？ニラいくら？ニラ2ユーロかな。これニラ？これ何？ニラじゃなかった。すげえ、ここタイじゃん。あ、またあった。バイタンだっけ。あ、すごい、超興奮。やっぱ、あ、黒胡椒じゃなくてなんだっけ、ペッパー。大興奮中。すごい、ジャックフルーツも。ジャックフルーツ大好き。やば、レンコン。やばくない？ここのお店大興奮中で。あ、ごぼう売ってる。ごぼうって書いてるし。え、ごぼう安い。そうだ、え、1.7 ユーロ、4ユーロ、6ユーロ。いくらだ、ごぼう。ちょっとごぼう欲しいかも。1.7 ユーロ、安い。すごいね、世の中って豊富。生鮮食品も豊富よ。あ、春菊だ。春菊はすごい量が入って 2.5 ユーロだから、まあ300、400円ぐらいか。そんなに春菊いらんけど私。すごい、やばい。見たことないソースがたくさん売ってて、もえもえするぜ。あ、この辺はタイだ。あ、安い、結構安い。日本って買うのとそんなタイの調味料は変わらないかもしれない。すごいね、大興奮しちゃってる私。タイが好きなんだ。あ、お醤油、お醤油だ、お醤油。ソイソース 5.5。いろんな人生もあるね。あ、キッコーマン、キッコーマンは 6.99。 あ、安いんだ。すげえいっぱいあるぜ。5ユーロでこの純米酢が売ってる。すごい。ミツカンとかめんつゆソース。あ、ほんとだ、めんつゆ、白だし。青じそドレッシング、みんな好きよね、青じそドレッシング。お酢でも買ってみようかな。味ぽん、味ぽんも好きなんだ、みんな落ち着くんだろうね。すごい、コチュジャンとかいっぱい売ってる。すごい、チャーハン、海鮮サラダ、何、あられ、パーチーする。あのね、あんまりそういうの食べないんで。あ、紅生姜とか持ってる。お好み焼きができる感じ。あ、わさびふりかけだって。あ、梅干しだ、3ユーロ。あ、わさび、わさびって大好き。すごいね、いっぱい売ってるよここ。あ、パン粉、パン粉4ユーロだって。韓国のり、ここ韓国。わあ、美味しそうだね、韓国。なんだろう、元的な。すごくない？
ここは、あ、ここはナンプラーだ。私が大好きな。あ、安い、この大きいやつも。そんなにちっちゃいやつ買ったんだね。タイの調味料は日本で買うのと変わんないかもね。かわいいね、このパッケージが。かわいいですか。あ、これとか何？バジルとか。面白。興奮するな。スーパーマーケット大好き。あ、近くの大手スーパーだと高いと思ってるツナが安い。ここなら4ユーロだからまだ買える値段だ。これどうか100いくらでしょ。あ、なんかかば焼き売ってるよ。へー、でも私ツナ作ってるからいらんけどね。すごいね、うん、いろんな器具も売っておる。へー、すごいね。何これ、うどん作ってって。あ、うどんじゃないか、ラーメンか。すごいね、いろんなものが揃いそうです。あ、マキスが売ってる。安いし 1.5 ユーロ。へえ、すごいね。お菓子コーナー、美味しそう。これお札、いろんな、ここ外国のお菓子だ。こんな感じでいいね。いろんなアジアの人がここに来たらとっても落ち着くんだと思う。あ、やば、超美味しそうなやつ発見。こういうの大好き。へー、あ、たこ焼き味だって。ポテトチップス 3.39 ユーロ。すごい高級だね、ご褒美。これ何、インドネシアとかのお菓子かな。いろんなものがあって面白いんですけど、これ何ですか。わからない。カッパエビセンのお味はな、お味じゃないや、ユーロはなんと 3.5 だから150、300、500、600円だ。すごい高級品。うわー、すごいいろいろあるけど高級品だわ。エビセン 3. 何ユーロだよ。すごいね、いろんなものがあるわよ。ポッキーが安い、140円と半分だから220円ぐらいだ。すごい、初めてちょっとポッキーが安いって思った。あれ、あ、こっちのポッキーとサイズが違うんだ。ちっちゃいんだ、ほら。大きいの、普通のサイズは 3.3 ユーロでした。食べっ子動物持ってる。牛の脂の味だって。何それ。あ、干し梅、娘が好きな干し梅。 いくらですかこれ。いいんじゃない、塩分がすごそうだけど。一気に食べなかったら、干し梅大好きな娘のために。うわ、すごい、いろいろ売ってて面白い。餅コーナー、餅が人気だね、世界で。すごい、こんなのもある。あ、こんなのもある、こんなのもある、いっぱいある。餅。タピオカ発見、 2.75 ユーロ。それも5分でできるって。娘がタピオカが好きなんですよ。あ、ちっちゃいタピオカ、こんなのもある。安い、面白い。ピーナッツバターもあるよ。揚げせんがいっぱいある。世の中、世界ってこんなに揚げせんべいがいっぱいあるんだ。すごいね、かわいいパッケージ。すっごいいっぱい。これも全部エビセン？え、これも？何これ、開いてるし。黒砂糖ってことでしょ？パンムシュ、シューカー、オランダ語でね。これは？あ、これもだ。ココナッツシュガー持ってる。すごい、感動しちゃう。すごい、これインドでしょ。バラミックスだって。バラ？なんかあの丸いやつか。あ、これか、バラって。どっかで本物食べないとね。すごい面白いんですけども、帰れない、ここから帰んないと。すごくない？いろいろあるよ。これ何？シュプリームだって。なんだろうな、米粉のブラック、ブラックグルッティライスフラワーとか、米粉のブラックだ。すごい、あ、中力粉もある。肉まん作れって、これ。
袋いっぱいいっぱいある。あ、この前私が買った片栗粉だ。すごいね、超いっぱいあるんですけど、ここ来たら何でもいけるんじゃない。あ、これ何、すごいな、世の中には食べ物がいっぱいあるんだな、おいしそうだブー。あ、何これ、すごいね、小豆持ってる。あ、わかった、これシプリームって書いてるのはこのオリエンタルスーパーマーケットのおすすめじゃん、オリジナルだ。豆がね、豆安いよね。あ、これ大豆ちゃんじゃない、これ木豆違うか。すごいね、いっぱい何でも揃うじゃん。カレーのスパイスかな、これは。あ、だもう一生入れるかも。ん？これ何？あら、ここ楽しい。わ、シナモンがいっぱい。あ、スターニスが安い。私これ買ってないんじゃないっけ？買ってない。超でけえな。3ユーロ。どこの国のやつなの？買おうか。買うわ、じゃあ。いっぱいこんなに入ってるの見たことない。いるかな？買ってみる。すごいいっぱいいろいろある、もう超楽しいんだけど。うわ、スパイス祭りじゃ、わっしょいわっしょい。あ、安、ピンクペッパーがすごい安い、 4.6 だから、こんだけ入って300、600、700円ぐらい、安いね。あ、パプリカパウダーこんな使わないわ。唐辛子も安い、唐辛子の需要があるかし、これはキャラウェイシード、すごい安いじゃん、大興奮だよ。これピーナッツでしょ、ピンダーメッツ落花生って書いてある。安い、 2.35 ユーロ、300ちょっと安く。あ、な、落花生は殻付き持ってますよ。ねえ、すごいね、何でもあるわ。お蕎麦持ってます、 3.5 ユーロ。山芋入りもある。あ、そうめんさん、そうめんもあるよ。あ、そうめんいっぱいあるね。うん、すごい、いっぱい麺も超豊富。すごくないですかこれ。あ、フォーの麺がある。私フォーの麺、フォーがいい。ブーンの麺もある。すごい、超いろいろあるじゃん。これはライスヌードル、じゃあベトナムだな、だからフォーの麺だ。すごくいっぱいいろいろありますわよ。ベトナムのやつだ。この三角のライスペーパー見たことない。かわいい。すごい春巻きの子。あのさ、ベトナムもかわいいよね。なんかバラだよ、バラ。何のつもりなんだろうね。あ、これもかわいいじゃん。これ何？あ、セサミね。めっちゃかわいいこれ。カシャでしょ。お米でしょこれ。お米持ってる。タイだ。なんでこんなパッケージが可愛いんだろうね。可愛くないこれ、ね、こんな食べれないけど可愛い。これは、これもライスだ。これ何、レッドローライスだって。可愛い、どこの国よ、わからん。あ、あれだ、ビリヤニとかの方じゃない。かわいいね、欲しくなっちゃう。ジャケ買いでしょ、ジャケ買い。かわいい、いっぱいある。あ、ジャスミンライスも5ユーロ5ユーロ、あ、かわいい、合ってるファッションに。アホみたいなピンクファッションに持ちな、それ。かわいい、買いたくなっちゃうね、うん、あ、健康フェチのあなた大丈夫、こんなの持ってますよ。あ、ブラウンジャスミンライスだって、美味しそう。ブラウンジャスミンライスか、玄米ってことかのジャスミンだ。うわ、いっぱい売ってんじゃん。タイ米は豊富ね、日本米も豊富よ。これは、やだもう、いろんなお米があって大興奮しちゃうよ。レッドビタライスって、うわ、激うま、食べてないけど。食いしん坊たまらんわ、ここチャーハン飯だって。あ、ジャスミンライス安い。でもね、ジャスミンライスも美味しいやつじゃないとね、香りが飛んでたりするから。これ美味しいかも。
2020これ何何ライスなんだろう。パンダなんかわかんないな。何買おうか。かわいい、あ、一口サイズのコップ、かわいい。これ無駄に買いたくなっちゃう。1ユーロかわいいね。買っちゃおうかなこれ何、あ、これソースとか入れて。私もう働けるよ。じゃあお客さんさえ、あ、これもこういうのあんま使いたくない。あ、これ何、これジュース入れるやつだ。売ってるもんねこれ。あ、あったあった。かわいい。何でもかわいいって言っちゃう。あ、かわいい、アホみたいに派手。いくら？1ユーロでこんなの買えんの？かわいい、もうたまらんな。はい、買ってきたもの、これはね、ベトナムの戦争ゼリーってやつで、あんま日本に売ってないんです。で、これはフォーの麺。フォーとパッタイの麺って違うんだよね。こっちはパッタイの麺で、こっちは娘が好きだからタピオカを5分で煮てできるって買ってやってたから買ってみた。これ八角ジャスミンライスと台湾産の、娘が好きだから干し芋を買ってみたけど、美味しい店って書いてるよ。ちょっと食べてごらんなさい。はい、どうぞ。で、あとお酢で、なぜかのりくんが半額のスイスバームを買ってました。以上、こんな感じです。干し芋よかったら食べてみてください。はい、どうぞ